明日のライブにジェリーが出るって言われてもねえ。ののかってば今になってアイドル辞めたこと後悔してる？いや、そりゃないか。はあ、何してんだろ私。今になってののかのこと調べてさ。あ、百科事典に項目あるじゃん。ジェリーは4人組の動画クリエイター。イラスト担当、海月夜。今回うちのステージデザインやってる子だよね。私やののかと同年代くらい？あの子がののかの推しなんだよね。渋谷のクラゲを描いたっていう。イラストは結構独創的なのに、本人ほんと見た目普通って感じだったけどな。口の最上級か。海月夜、変わった子だよね。ののか並みにさ。で、編集担当、龍ヶ崎ノクス。どっかで見たことあると思ったら、休止中に動画見たことあるかも。確か、グッバイ世界ってやつ。動画のクオリティはここで担保してるわけか。なるほどね。てか、ゆきねぴ、声かけるならイラストの方じゃなくてこっちじゃない？けども、この VTuber もなんかに惹かれて一緒にやってるわけか。それで、作曲担当が木村ちゃん。この子、一ファンから作曲家ポジになるなんてすごい根性だよね。普通じゃ考えらんないけど。美術も結構良かったし、採用は割と妥当かも。ま、私には関係ないか。ののかのためって、あんな必死に追いかけてくるの、ガチじゃん。つっ。はぁ。で、最後がののか。何やってんだよ、本当に。結局賛同やめても歌って、結局またやめて。でも、変な奴らが周りにいて、メンバー、みんな、仲いいっぽくて。今の方がと、はぁんと、最悪だよ。